どうなんでも相談室、早速ですね、えー、チャンネルのコミュニティページにお、えー、寄せいただいた、えー、ご質問に対してお答えしていきたいと思います。鈴、え、ず、ー、物語さん、えーこ、こんにちは。私は普段家で一人で勉強しているため、自分の考えを公にする機会や、共通の興趣味を持つ、興味を持つ人々,方々がほとんどいなくて、少し孤独感があります。先生は孤独感を感じることがありますかまたある場合、どのように対応していらっしゃいますかそうですね、孤独感っていう意味で見ると、クオリア <laughs>。 わほとんど孤独かもしれないねコーデるアプローチがほとんどあのいわゆるコンベンショナルなアプローチと違うんでまあそういう時は孤独だけどまあいいかなみたいなうんあとそうねいろんな社会事象について僕の意見と日本における多数と言われている人たちの意見が <laughs> なんか違うんでそういう時は孤独感感じることあるんですけどただそういう時もねやっぱりねごく少数でもいいけど仲間というかあの共感できる 人がいるといいるとのかなだから1人で勉強されてるのは本当に素晴らしいと思うんですけど1、えー、人でも2人でもいいからとにかく共通の趣味がある方とか何、あのー、かいろいろ共感できる人を見つけようといいんじゃないですかね。それはこの、えー、とチャンネルのコミュニティで見つけてくださってもいいですし何かいい方法があるといいですよね。是非誰か1人でもいいんで見つけてくださったらいいなと思うんですけど。小島さん、えー、ゾーンが話題になる前は 脳が筋肉の後に怪我をしないようにかけて、リミッターを解除することでアスリートはベストパフォーマンスを発揮できるなんて話がありましたが、あのアプローチは結局どうなったのでしょうか？あるんだと思いますよ。まだ、えー、続ードバイ前だとか、ドーピングがそれに該当してるのかうん。最初はゾーンとリミッター解除みたいな。どっちが強いかみたいな疑問でしたが、掘り下げようと色い々ろいろ疑問が出てきます、えー。薬物なしでリミッター解除できたらそれは合法なのかまあ合法なんじゃないですか。薬物なしだったらね。健康に悪いと考える。リミッター解除はしかし、アスリートの寿命を考えた時、本当に楽なのか。 これはねなんかね先日為末さんがと喋ってた時もそういう話になってやっぱり肉体の筋肉とかそういうことを含めた肉体のパラメーターとその前頭葉を中心とするその脳のコントロール回路これの、まあ、せめぎ合いというかですからそのリミッター解除っていうえっとそもそもゾーンっていうのは、えー、っとある種のリミッター解除なんですよね。えーっと 脳が自動動機械みたいに動いにてるわけでこれは田ミセさんもそうでしたけどトップアスリートの、えー、なんていうんでしょうか、えー、証言証言によって、まあ、宇宙飛行士みたいにゾーンのところに行ってまた戻ってくるんですけどそれによってもやっぱり、えー、何か解除されてる意識のコントロールが解除されてることは事実なんでゾーンイコールリミッター解除だと思うんですよ。ただリミッター解除っていうとなんかその一つのシングルパラメーター例えば筋肉の強度とかそれについての抑制がかあの外れるみたいな。 イメージが強いんだけど、えー、ゾーーーンっっててやっぱりそれれコーディネートされてるいるろいろその異なるパラメーターがうまくシンクロしたりハーモナイズされて、えー、うまく動いてるってことなんでだから何、えー、て言うかなコーディネートされたリミッター解除がゾーンってことなのかなと思うんですけどね。後藤さん、えー、先日ようやく行きたかったアーティスト美術館の「リンパと印象発展」を見ました。いいですねこの 美術館にはお大好きな作品があるののののでででで何度もも運んでいたたすががが今回同時開催のクルメの芸術術家庭も素晴らしししくくて新好好きききなな画家ができました美術館には好きな作品があるということと新しい作品に出会えるという具有性の側面があると思うんですが森先生はお気に入りの美術館がありますか先日の動画でリヒターの話をされていましたが私もリヒターゲルハート・リヒター素晴らしいですよね大好きですとなるほど、ね、僕はあのアーティストの美術館も好きですリンパと印象派展も好きですね行きました あのー、日本だとやっぱあっ違う東京だとですねやっぱり日本、えー、近代美術館はすごい好きだしあと東京国立博物館東博ですねもう当然好きだし西洋美術館も好きだしあと東京都近代美術館もすごい好きですよねあと,、えー、と新美術国立新美術館も好きだしあとサントリー美術館も好きだしネズ美術館も好きだしって言ってると東京に随分美術館森美術館ももちろん好きだし随分美術館あるんだね。 <laughs> そうですよねおっしゃってるようにあの自分がこれ好きって言って行ってあのそうじゃないものに出会う時の喜びってのはありますよねだからそのために美術館行くのかなとだからやっぱり美術館ってもちろんホワイトキューブの中で美的な経験をするってことも大事なんですけどやっぱりセレンディピティまさに自分の視野に入ってないものに出会うっていうのがすごく重要なことなのかなと思うんですけどね。美美術術館館また美術館話をしてくださいんいさん長いいん長なこれは 3年生で4年生のと研究室に配属されると大学院進学なんだけど今所属している大学だけじゃなく他の大学の大学進学も考えていますいいんじゃないですか現在は研究室に所属しておらず研究室配属は成績上に決まるので希望する分野の研究室に配属されるかどうかも分かりませんなるほどそんな不明瞭な立場だから他大学の大学院にコンタクトを取ってもいいのかと思っていますいいんじゃないですか環境が変わることへのおじけつき戸惑いも正直言うとありますそうなのか 多大学院を希望する理由も研究内容が面白そうだと細胞動態学ああそうなのねレベルが高いのでついてきるか不安だがより一番高められる環境であるという曖昧なものですいいと思いますよ <laughs> 希望先の大学院は生物系なのですが私はこうがけです何の問題もないんじゃないでしょうか物理科学有機科学分析科学有機無機科学生化学といった科目を選んできて生化学に大きく、えー、魅力を感じました学部も生物系ではなく動物高校も 科学物理選択だったので私が生物系のレベルの大学院でやっていけるかどうか不安なのです。やっていけるでしょう、うそれは。自分で興味のままに、ストライア性化学、エッセンシャル細胞生物学、ワトソンの分子生物学、エッセンシャルキャンベル生物学等を読んでいるのですが、えー、体系的に学校で教えられた経験はありません。全然問題ないでしょ。これ、リチャード・ファインマンの,あの言ってる、リチャード・ファインマンが言ってたのは、要するにあれですよね、工学系ってことは数物系はやってるということじゃないですか。 であのー、リチャートファミが言ってたのは生物学の知識ってあっという間に入るよっていうなんかご用意で言うとまた怒られちゃうんだけどまあ要するにそこまで要するに何ていうのかな物理とか工学とかの体系性と生物学の体系ってちょっと違っててもちろんそのプロトコルとかそのかツールの体系性ってのあるんだけどやっぱり経験値の集合体なんですよね生物学ってだからノベルト・ウィーナーのサイバレティクス的な何、あのー、ていうか 体系性があるわけじゃないんですよだからあの逆に言うとそこに不安を感じるんだと思うんですよねすごくなんかランダムっていうかファクトイドっていうんでしょうかそのいろんな細かい知識知らないとやっていけるんじゃないかってでもそれはこれだけ今読んでるわけだしあと逆にちょっと気になったのがストライア性科学とかエッセンシャル性細胞生物学とかあれ英語で読んでんだよねだからこれは英語で読んだ方がいいですあのひょっとしたらあのなんだろう日本語の訳で読んでるかもしれないんだけどどうせ大学院行ったら英語の論文読まなくちゃいけないんだから。 現時点での,あのアドバイスとしては英語の論文を読むっていうこととあとえっ、ー、とですねもちろん大学院の入試は厳密に厳正に行われて成績だとかその面接とかで決まるんだけどやっぱりその傾向とかつかむためにも、えー、この先生どうかなっていうふうに、あのー、コンタクト取るといろいろ親切に対応してくれると思うし。 そ,れからもしその先生がなんかね、えー、と大学院生を受け入れにくいとかいう状況があったらあの同僚の先生とかきっと紹介してくれると思うんでもう気にしずにであと大学と大学院が変わるってのは当たり前なんで安全に気にせずに自分の直感が思うことを言ったらいいと思うよ。うん、頑張ってね <laughs> あ。じゃあここれも拍手のところですね頑張ってください えー、ワーキングメモリーが極端に少ないと感じます。いろいろなことを一緒に言われても、最初の方に聞いたことを忘れます。メモを取ろうにも、聞くと、鼻、角を同時にできずに困っています。何かいい訓練方法はあるのでしょうか？ああ、そうか。だかワーキングメモリーを必要とするタスクを、なんかやろうと、やればいいんじゃないかな。例えばね、あのジョーバイデン大統領が、あの、えー、子供の頃、スタッタリング、あの、吃音だった。で、それを直すために、その鏡の前で詩を朗読したって話ありますけど。 えー、もしワーキングメモリー鍛えたかったら、あのー、いやああの暗証とか白の暗証例えばだから文章でさ例えばワーキングメモリーが極端に少ないと感じますってワーキングメモリーが極端に少ないと感じますって今こうやってワンセンテンスいくじゃない。でいろいろなことを一度に言われても最初のほうに聞いたことを忘れますってこういうふうにいろんなことを一度に聞いても最初のほうに聞いたことを忘れますみたいな感じで、えー、とこういう感じでそのなんていうかうん自分のよん文章を例えば本を見て それをこうやって上全然違うとこ見てあのでそれを最初1センテンスでやってたのが2センテンス3センテンスでどんどん長くいってえどこまでできるかなってやってみるとかそういうなんかその、えー、とワーキングメモリーを鍛える結局ワーキングメモリーっていうのはその全体量のねあの回路なんですよでそれを別に脳の回路って生まれつき決まってるわけじゃないんで鍛えればいくらでもその強められるんでねだからそういう感じでやっていったらいいのかなっていうふうに思うんですけどね頑張ってくださいね。 有瀬、えー、さんあそう今のはニュースやインタビュー記事を読むと年齢や性別国籍を重要視したものが多い気がします最近見にたネットニュースでは鼻出しマスク49歳受験生逮捕や窃盗の疑いで中国国籍の男22歳逮捕などと考えていましたしかし私は性別国籍年齢等重要でないと思います ね、このことある授業でせ発言すると「他人の戦車はグラスメントに冷たい目で見られました」「そうなのか」<laughs>「そして彼らは国籍とか,ネベースとか年齢とか重要視は何言ってんの?」と言いました「えー、私はどうしても彼らの発言を理解することはできませんどうして彼らは不明,瞭不明確なものを重要視しているのでしょうかと」とまあこれはだから日本の今のネットを中心とするニュあの社会の雰囲気ですよねだから年齢で決めつけたりとかあとなんだろう 国籍で、まあ、中国国籍ってことである一定の先入観を持たせるっていうそういう手法がまあ流行してるというかでそれであんまりリテラシーがない人はそれで騙されちゃうっていうかそもそもだから日本のメディア全体がリテラシーが低いんでだから、えー、アリスさんがそういう風に感じるのは、まあ、むしろ立派なことで大丈夫ですよあのアリスさんは立派なんで全然問題ないでこれ出るとこに出たらそっちの方が主流になりますから。 例えばヨーロッパはほとんどそういう人しかいないしってかまともな人はだ僕のイギリスの,あの友人とかはもうアルゼスさんと全く同じ感覚ですだから普通まともな人はそういう感覚なんでだ日本ではなんでそういうまともなリテラシーが醸成されてないのかっていうとまあ教育のせいですよねだからそういう教育ってほとんどしてないじゃないですかだからなんかあの良いインターナショナルな意味で良い人になるってのはなかなか難しいって言だからその証拠に日本人で国際的にあの思想で インンフルエンス持っってていいる人っていないですよ、ね、まあ俺も頑張ってるんだけどなかなかまだちょっと俺の、えー、実力が足りなくってだけど要するに日本からその思想が出ていくっていうことがほとんどないんで,で俺まあ生きがいって本書いたんだけどそれはまあちょっとまあズルしてるっていうか自分で考えるとやっぱり日本の生きがいっていう概念をにの,ちょっとのっとっちゃってるとこがあってでそれがどれがユニバーサルなバリューがあるのかっていうとまたちょっと分かんないとこがあるから、まあ、だからそこは戦いを挑んでる。 これから挑んんでいくつもりなんだけど、まあ、だから日本は正直だから美味しいものを作ったりいいアニメとか作るけどその例えばグレタちゃんみたいなすごい世界を変えるような思想ってのは出ないからそれはやっぱりにこれだけ経済力があって人口も多かったらそういうの出てもいいんだけどやっぱり日本の中でそういう人権とか自由とかについての思想の鍛えられ方がむしろなんかそれが駄目な人がメディアの中で 威張ってるじゃなない。い <laughs> 誰とは言わないけど。だからそうなっちゃったのしょうがないね、まあそういう国にいるってことは理解した方がいいだからあの別に日本がわ悪い国って言ってんじゃなくていいところもたくさんあるわけよご飯がおいしいとかアニメがいいとかねだけどあのダメなところもあるってことは分かった上で生きてるといいのかなっていうふうに思うんで頑張って頑張って <laughs> はい。 ウルトラ・バーンさん考えたくないことを考えるように気にしないようにしても考えたり気にしてしまいます漂白的な部分もありますが以前医者は気になっても他の,他のやるべきことをしていれば自然に気になくなると言っていましたしかし今一つそういう感覚はつかめませんこのキスとこれから付き合っていかなければならないと思いますが私は現在23年生23歳の大学生男です多いじゃんそのことを思うとこれからの人生気が重いのですが大丈夫だって えー、この自分の性質と付き合っていく上でどういうその都度対応をしていけばいいのかという茂木さんのお考えを聞かせてくださると幸いですとまずねウルトラパンさんねあの文章いいよすごくすごく独特の質感があってポとって思わせる文章力あると思うんですよ。ね、考考ええたくなないいいここととを考えるっていうううののはさ悪いことのように思うじゃないだけどそ,のそれがあのだからお医者さんに相談したってことなんだけどその。 悪いいいことだとだだ思ってるからいけないんだよそれ,はそれは自分の個性だと思って受け入れちゃえばいいんだよ。でそうするといろいろチャレンジもしやすくなるからでチャレンジしてるとどうせ世界が自分の中に入ってくるからそれは逆に個性として活かせる。だから分かんないんだけどひょっとしたらそういう自分の個性は良くないことだと思ってるんじゃないですかウルトラ・バーンさん。いいんですよそれはそれで。いろんなやり方があっていい世界に対する対応の仕方は今のの自分やり方を 良くないとか変えようと思ってるから辛くなるのかもしれない。でそのまままあそれで実際的に困ることがあったらねあれなんだけどあのなんか、えー、それを受け入れてどれぐらいやれるかってことをちょっと試してみたらいいのかなって思うんですけどね。シルリーさん、Watch out Japanese t e r r e s t r i TV stations i n c l u d n h k is a brainwashing machine. TV world and print world is interconnected. そうですね。 はい、地上波テレビは洗脳してるから気をつけろってそれは俺もそう思ってるわこれはご質問というかそういうコメントってことですよねえっ、ー、とキタギターさん初めまして色彩感覚について質問です、えー、写真を撮るときはパッと見てこの色の組み合わせと構図と綺麗と分かりますしかし何を描くか決めずに半ば無意識的に抽象画を描くと写真のときのように切れない色使いができません自分がなぜそういう色使いをしたのか後になってもよく全く分かりません色を見るときと作るときは何が違うのでしょうか はあ、そうですかだからねあのこれは写真を見撮る時はパッと見てえっといいって分かるわけでしょということはうんとそれは具体的に言うと高等葉から入ってそれで代用字視覚や V4 に行ってカラーパーセプションがここで起こってでそれを前頭葉がメタ認知してそこでいい悪いのジャッジメントができるわけだよね。で、えっと、今度じゃ何かを書く時っていうのは。 えーとその今のってのはほら今度ト,ププトップダウンで、えー、と色をイメージしなくちゃいけないからそ,それはまた回路が違うんだよね。でおそらく鍛えるとしたら,だからジャッジメントはできるわけだから今度その逆流のプロセスを作ればいいんだよねだからおそらくね写真を撮る時と違って今度頭の中でなるべく色をイメージするような訓練をするかあるいはね えとフォトグラフィックメモリーっていうのかなあいはアイコニックメモリーとも言いますけど、えー、写真とか絵を見た時にそれを頭の中で生き生きとその色使いとかそういうのを、えー、と思い浮かべるような訓練をするといいとでその時にですねシンボリックなシステムを使ってもいいんですよ。例えばだからなんだろうなある種の抽象化とか,だから例えばカンディンスキーの絵っていうとカンディンスキーの絵がああいう色の配列あるんだけど。 それがこういう印象だなっていうかそのある種抽象化された把握ってあるじゃないでそれを逆流して色に戻してあげればいいわけだからなんかそのたくさん絵とか写真を見てであのなんか、うん、それをね前頭葉で、えー、縮約表現するっていうのがその、えー、とサマライズするような訓練をするとおそらく もう一つ先にいけるのかなって思うんだけどもう条件は整ってるんであともうちょっとなんだろうと思うんですけどね修理さんえー、日本語の真面目という単語に関してですがシリアスという意味は存在しているのですがそうでない真面目という単語には存在意義がありません人格者的という単語に置き換えられるべきですなるほどそうかもしれないねこれもご意見ってことですねはいそうかもしれませんあのはい面白い考え方ですね ワイエさん、他者へ関心を持つために茂木さんが心がけていることなどあれば教えてほしいですまた知らない人への関心を持つ自分のとは違う立場への理解共感を示すことは人間の脳っとどんな意味や重要性があるのですかこれはまだから「セオリーオンマインド」っていう国語理論っていうのは脳にとって最も認識的に重要だし難しいだから他者へ関心を持つっていうのはあのおそらくものすごく難しいことなんですよあの宇宙論とか素粒子論より難しいことかもしれない っていうのは、ね、他者ってそもそもその本人にとってもあの確定してないっていうか自分って変わるじゃないだから他者に関心を持って理解するっていうのはインンタラクショといいうか互を通してお互いに変わるることでもあるんだよねだからあの他者に関心を持つってことは実は <coughs> 自分が変わるきっかけにもなるっていうことだから自分にしか関心を持たない人がい,いたとしてもその人は自分をより良きものにするためには他者に関心を持たざるを得ない。 そう,いう,ふうに考えると、ね、一気にパッと視野が広がると思うんですけどねウステリアさん「長いなこれは」「獣医師はないという直感を持ち続けた獣医師」と19歳の学生です茂先生の動画投稿要望をいただいておりますありがとうお腹の脂肪もあげりよはいいらないかなはいえ獣医師を持つ独立した私がいるんじゃなくて さまざまなことを統合する働きの表れが私であるという幻想、そういう仮説を持っていると。で、愛さんという人がいるんだね。で、愛、えー、さんは話したり書いたりの時間がちょっとかかってい、自信なさげな様子があったんだけども、愛、えー、さんは内発的なものに対する感度は低くて、環境という金型に押し固められてきたんだけど、 えー、私の言葉や私の意見が見つけることはできなかったと悩み責に何か思いついたとしても、えー、その過程には必ず自分以外の期限があるとなるほど周りの人はみんな自由志が揺らぎを話すので愛 <laughs> さんは悩み悩んで検索してみると脳科学で自由意しかないとなるほど a さんは現在進学で勉強を進めていて大学ではン,ンツ学を学べるゼミに入ろうとしているといい,いいんじゃないでしょうえっ、ー、と さてその道中で自由意志はないということに変な安心感こそありつつ自由意志のない世界の恐怖心が愛さんをのみび、ま、しばらみ始めたと、えー、自由意志の幻想あるということを大切にするという考え方に幻想は大事にしようとで考えてるうちに過去の自分にも自由意志はないという直感に苦しみながらも持ち続けたという自由意志があったことに気づいたとそこで愛さんはついに 私の個性を見つけることができたとで愛さんは実は私ですとふと検索してみたある日はちょうど高校を卒業した日でしたの何でも興奮する万歳って素晴らしい君はすごい才能あると思うから頑張って19歳かうん頑張れよな今どういうことやってるのか高校の哲学やってるのかなとてもとても素晴らしいと思いますあのはいこのような丁寧な思考というかあのあとなんかその簡単に 一つのシンプルなサウンドパイトっていうか、えー、言葉のそのなていうかな弾丸に着、えー、着できないような思考をするってことはすごく大事なことなんでぜひいろいろ勉強されてとてもとてもいいと思いますあのはい素晴らしいと思いますかなり素晴らしいと思いますのでぜひ頑張ってくださいね、はいえー、市川さんですね、えー、個人的な相談なんですが最近自分は人間嫌いな人間なのではないかと思いそれについて 悩んでいます他人に嫌われてるのではないかという、えー、と被害念力があったのですがそれは遠影で自分が自分のことを嫌いなのではないかと人間あじゃあ自分が人間のことを嫌いなだけなんではないかと。人間嫌いの人間はどのように生きていけばいいのでしょうかってこれはね偉大な伝統がたくさんあって今すごい出たアンドレ・ジーと違うなもうね文学者とかで人間嫌いの人ってたくさんいるよ。でそれは夏目漱石なんかもそうだと思いますよ。だっってて人、ね、人間嫌いの人っていうののうは 人間については甘いててて甘幻想を持っななくリリアリストなんだよねでもそれは悪いことじゃなくて一方で夏目漱石はおそらく人間嫌いだったけどあの弟子たちすごく大事にしたじゃないですかだからうん人間嫌いっていうのはリアリストって置き換えたらいいと思うんですよ。でリアリストじゃないとあのうまくいかないこともあるし洞察できないこともあるからあのそういう方向にやっていったんじゃないかなだかのね ううんとと、えー、作家っていると思ね。ちょっと今検索してみようかね、えー、ミスアンソロポリストって言うんですねちょっと待って <laughs> <laughs>、はい、ミスアンソロポスだから英語で言うとミスアンソロポ,リロポっていうんだけどミスアンソロピストっていうんですよ、えー、でミスアンソロピストはたくさんいて ミスアントロピーの、えー、起源な <laughs> グスタフ・ロベールフロベールはああの人間嫌いだったらしいよ哲学者だと、えー、ソクラテスの前のヘラクリトスがあのやっぱり人間嫌いだったそうですよでプラトンはあのプラトンのによるとソクラテス自体が人間嫌いだったって今英語のウィキピリ見てるんだけど <coughs> あと、えー、ハイデガー哲学のハイデガも、あのーも人間嫌いだったということのようです、まあ、だからすごいこういう大物がたくさんいるんだよ。ミケランジェロミケランジェロもそうだってあの芸術家のだからミケランジェロはんか一番いい例だと思うんだけどミケランジェロの彫像ってものすごくなんかほらリアリスティックじゃない、ね、だから結局なんかその、えー、とリアリストなんですよだからね 全然問題ないと思う。リアリストとして生きていければいいのかなっていうふうに思うんですけどね。えー、っと、えー「こんにちは」「誰でも持っている」と言われる転換、えー、歴史上の人物としてアレクサンダー大王シーザーナポレオンなどの、えー、軍人政治家ドステルフィック候補転換の方っていうのは、まあ、一つの病気というかですねあの なんていうかやっぱりその脳,脳の神経細胞があの過剰発火してしてまうんでですねでその過剰発火してしまうことが転換なんですけどだからその幸運性結合と抑制性結合のバランスの問題なんですよ。で大体持ってるっていうかそういうえー、と要するに、えー、と事故とか怪我でそういうことになることもある大体持ってるわけじゃないんだけどでそういう方は今それはねあの脳のな脳科学においては一番なんていうか治療的な対応とかもす研究が進んでると思うんでもしあの そういういことをやってるかあの方はぜひ直してほしいんですけどそれが標準以上の力を発揮できるとかそういうことはあんまり考えない方がいいんじゃないかなってむしろあのそういういろんなハンディキャップとか困難があっても、えーまあ、実力を発揮したっていう方々が何人かいるっていうふうに考えた方がいいのかなと思うんですけどね、えー、10歳の息子についてなんですがシンガポールに住ん10年前からってこと最初からってことね。 小学校1年から3年までは現地校に行き以降インターナショナルスクールに行ってますと。息子のメイン英語は言語は英語なんですが、私のコミュニケーションは日本語ですと。主人がオーストラリア人で、いわゆるハーフなのですが、日本語大好きでテレビの鬼滅の刃やナルトをよくくんで見てます。学校の自由課題でも必ず日本のことを題材にして楽しそうに日本のことを調べています。こんなに日本の興味があるならもっと日本語を教えてあげた方がいいかと思い、漢字検定を受けることを勧めました。本人、二年生レベル。本人がやってみると言ったにも変わらず、漢字の 勉強はつまらなすぎるというね <laughs> 勉強することもものすごく嫌がります、ね、学校で中国語をやってるので漢字自体を書くことが難しいわけではないですし日本語の読む力から23年生レベルあるのでやる気が合う時はさあさあ書いていますこのまま無理やり漢字の勉強毎日やせるのよまあそうなのかまあでも素晴らしい順調に育ってらっしゃるじゃないですかでうんと漢字だから僕はねそもそも検定って好きじゃないですよねこれね あのかあのね一つの考えとしては検定やんなっていうか普通に日本語のあの日本語のなんていうか文章を読んでないんじゃないですかそれこそあのうんと十歳ですよね十歳だうん、だから日本語の本ってやっぱり世界文学なんで今日本語はもう素晴らしい作品がたくさん出てますからだからまあ例えばだからノーベル賞を取った方こそあの 川端さん大江健三でしょうけどその世界的に読まれてる作家ってのは村上春樹さんはじめでもうたくさんいるし日本語の表現っていうのはあの極めて、ねあの「鬼滅の刃」とか「なるをご存あのお,お好きだったのはいいと思うんですけどそれはアニメ漫画でこれはねあのもう世界的なコンテンツであることは分かってるんだけど日本語の小説っていうのもあるいは表現っていうのも実はすごく世界のトップレベルなんでだからあのそういう面白いコンテンツをよ。 読まれるとか接するっていうことを優先した方がいいんじゃないですかね。あの検定はつまんないですよ <laughs>。俺やっぱり関係協会の悪口を言うつもりはないんだけど、検定とか意味なくないですか。<laughs> あとそのおそらくですね進学とかなされる場合にもあのまともな学校ほど漢字検定とかはっきり言ってどうでもいいと思ってると思いますよ。うん。あのだから。 あの検定とかかやらなないいいいっていいんじゃないですかね <laughs> もちろんあの検定がお好きでねそれをやることがモチベーションになるってなったらいいんだけどそうじゃない限りもうあのただ日本語本読んでればいいんじゃないかなと思いますけどね次のご質問ですねえー、文学や洋書を読んだり数学を勉強してると理由も分からずに前に進めなくなります得た情報が脳で収束して改められあ温められてる時には、えー、読者は勉強は手につかないんだと考えています前に進めないけど あそうかそうかだからこれはやっぱりおかげになってるよんか自分の中で咀嚼したいんじゃないですかだからその時はちょっと置いとくといいんじゃないですかねでその置いとく時間っていうのも全く無駄になってるわけじゃないんでえっ、ー、と置いとけばいいのかなって思うんですけどねということでえっ、ー、と今日のご質問はここまでとなります皆さん本当に素晴らしいご質問いろいろありがとうございましたまた是非、えーえー、ご質問いろいろお寄せくださいありがとうございました